ブラジルではあるユースのチームに合格したっても翌週自分より上手いやつきたクビンなんですよ監督コーチの言うこと聞いてても生き残れない自分の生き残り方は自分で考えなきゃいけないでも日本でそんなことしたら親は来るわ先生は来るわマスコミまで来て大変なことになるでどうしたらいいんだろうと思った時に今の森安ジャパンをどういうふうに見てらっしゃるのかジャパンだかかららワールドカップ終わってから この前親善試合とか日本でやって、うん、飛び抜けたスタートが素晴らしいというよりももう全体がなんかレベルアップしたかなという、うん、で特に今までと違うのは、うん、サイドで1対1で突破できる選手が出てきた代表って、うん、まあそれほどなかったんでまあこれは楽しみだなというふうに思ってますね。さん 岡田さんと近々会うだからやっとそのねの経営されてる FC 今治のホームスタジアム里山スタジアムだっのが完成するぞするぞって言われてたのがやっと完成して今週末行くっていやだから俺てっきり向こうで収録とかすんのかなとかで前んかそういう話してたよいや俺もなんかあれと思ってすいませんなんか僕も全部見てないんですよスケジュールを。であれ これ今ばりで言わればよかったの言って今思いましたじゃ俺も一緒で、うん、え今度堀江さんこれやろ何で今日やるのとかですよ とか俺これのために今治から帰ってきたこの番組多分始まったのがコロナの直前とかだったですねでコロナになってロケとか行きたいよねとか言ってたのが全然ダメになっちゃってそれで初めてやったんですよこの間長崎のあれ行ったんですよあのスタジアムシティの県多賀さんとこすごいでしょあれすごいっすか。 あれ見てかららうちち来たらちょっと辛いまだで,、ね、<laughs> でもあれ建設中だったんでまだスケルトンなんであれですけどああれれできてからら来たらちょっとあれだったかもしれないですね <laughs> だってあれ700億以上やいやもう1,000億いってる億ってのいってるって言ってましただってバスケットボールのアリーナも一緒に作ってるホテルもあるでしょ、はい、まあ人のこと言ってどうすんの, <laughs> <laughs> の後ほどじっくりねそのあたりもお話を聞いていきたいと思うんですけど今回は「 スポーツビジネスの未来と題しまして岡田さんとスポーツをですねこれビジネス目線でお話ししていきたいと思います。そのワールドカップからなぜこれ FC 周りのオーナーになったのかっていう。これはね最初はサッカーのことだけだったんですよ。はい、その日本の選手が世界で勝つためにまあフィジカル曲がってきてイングランドでストッパーやるやつが出てきて、はいうん、そして技術はそこそこ元から高かった。戦術感も良くなったけど。はい あと一つだけその主体性っていうかね監督どうしたらいいんですかじゃなくてこう自分からやるやつっていうのはこうあんまりいなかったそこが足らないなと思ってたわけで J リーグができて30年経ってかなり良くなったんだけどでも根本的にまだ解決してないなと思うことが何度かあって例えば森保ジャパンの最初もう5年前になるけどベネズエラと日本でやって前半 点入れられらたベネズエラに4点入れられることも問題だけどその時は国内組だけだったんだけどもう目が泳いじゃっててどうしたらいいのどうしたらいいの誰も議論するやつも言い合うやつもいなかったでその年の11月にブラジルで U−17 のワールドカップがあった17歳以下のこの年代はフランスにエンバペがいてダントツに強かったで地元ブラジルがフランスと準決勝で当たっちゃって 我々関係者はこれフランスにボロボロにやられるとブラジル地元だけどかわいそうに前半始まって15分でフランスがポポーンに手入れて何点入るんだろうと思ってブラジルめちゃくちゃ頑張ってなんとか0ロ2で終わったわけよ、うん、その後テレビに映った映像17歳以下の選手がサブもレギュラーもみんなグランド集まって手を振りかざして激論してるわけ、うん、そこに監督コーチ一人もいないよね、うん、後半奇跡の逆転したの。はい ブラジルではあるユースのチームに合格したっても翌週自分より上まいつたらクビンなんですよ、うん、監督コーチの言うこと聞いてても生き残れない、ね、自分の生き残り方は自分で考えなきゃいけない、うん、でも日本でそんなことしたら親は来るわ先生は来るわ <laughs> マスコミまで来て大変なことになる <laughs>、うん、でどうしたらいいんだろうと思った時に、うん、あるスペイン人のコーチと出会ってスペインにはサッカーの型があってそれを16歳までに教えて、うん、あと1 自由にするっって言ったわけ、うん、で僕らは自由を与えなきゃいけないって自由だ自由だって言ってたのにああ、うん、あれだけ自由ににしててるるるスペインに型ががって聞いたら原則があると、うんうん、それで僕はそういう原則を作って日本人の16歳までに教えてあと自由にする今までと違う今までは自由を与えて16歳高校生から戦術って対応策をして、うんうん、その逆やったらひょっとしたら面白くなるんじゃねえかって。 と思い始めてやりたいやりたいって言ってた J リーグのチームが3チーム全県任すって言われたんだけど今あるものを潰さななきゃいけないけんんでででやり方が違うんででふと思いついたのが今治で僕の先輩会社やってて上場を手伝ってくれって言われて教育担当顧問ででで年に2回ぐらい帰ってたんですで先輩がサッカー好きでアマチュアのチーム持ってたんで電話して「高校こういうことやりたいんですけど」っったら「それは面白いぜひやれ」と。 ただししし株式50取得して管理しろて何のことかようわからんけど大した金額じゃなかったから買っちゃったらオーナーになっちゃった、えー、オーナーナって普通お金持ちがるじゃない <laughs> お金も大してないのにオーナーになったらもう代表取締役兼務でやら,やらなきゃいけない。で、うん、経営始めたらな現場のサッカーなんか見る余裕が全くないと、はいえー、そういう流れで。なるほど まあ堀江さんもあのまあサッカーもそうかもしれないですけど、まあ野球も含めてスポーツに関わってきてるんですけど。えまた野球買おうとかしてるんやろ。<中>野球は独立リーグのチーム作りました。独立リーグのチームを作りました。北九州に。あ本当。はい。いやたまたまあれですよ。あのそれこそあの本田圭佑が、うん、あのオールンで持ってたじゃないですか。うんうん、すごいだったね。その時に社長やってたやつがいて、その社長やってた人が熊本に野球チームを作ったんですよ。お ヒノクリサラマンダーズっていうチームを作って、うん、でその人その前 B1 の福岡の社長をやってて、うんうん、その時僕もちょっと取締役一緒に、まあ、その流れでね森井さん福岡出身なんでみたいな話でやってたら、まあ、そこを辞めた後独立リーグのチーム作ったんですよみたいな、うん、なってで大分と熊本で始めて2チームしかないんで3チーム目福岡に 作ってもいいっつったらあいいっすよいいっすよみたいな話になって、うん、で北九州にまあたまたまうちのオンラインサロンのメンバーとかが北九州がいいですって言ったんで北九州に作ったんですよ本当、うん、プロへ目指してるわけじゃない独立リーグだったら独立リーグでずっとやっていくつのそれはまだ。 いいろんなオプションがあると思いますだってプロなんで、うん、結局プロなんでうん、うん、なんだかんないってその別に実業団じゃないんで一応プロとして契約をしてやってますから、うんうん、リーグも独立リーグってみんな言ってますけどそれは別に NPB と違うだけでうん、うん、別に一応プロのリーグではあるんですよ。結構成り立ってる成りり立立っっててるないですよねえ あ、ただ僕は成り立つと思ってて。あ、本当。はい。<の>それよりうち買った方がいいんじゃない？<laughs> サッカーのチームを作ったんですよ。東京ニマルニマル FC っていうの。あ、あれ何？堀江さん絡んでんの？え、僕半分株持ってます。本当じゃあダブルオーナーでダメだなうち <laughs>。そうなんです。いや、あれはまだアマチュアなんで東京都の今二部なんで。ああ<ー>。二部で今首位争いをしてて。ああ<ー>。あと何年かで<ー> JFL まで。 それは何スポーツビジネスとして成功していく可能性を感じてるってこと堀江さんがは,はいお<う>、まあ、僕はずっといろんなそのプロスポーツビジネスをその野球のねあれがあったんで、うん、すごく研究してたんですけど、まあ、もちろん日本はやっぱり野球が一番人気なんですよ、うん、日本だけを考えると、うん、だから独立リーグのチームはそれはそれで面白くて。うん あれ全然マーケットサイズ的に言うと24球団ぐらいあってもいいんですよ日本って。だってサッカー考えたら全然ですよ日本人多分ね野球の方が好きだから野球の球団が24球団できたらそれぞれの地方でめちゃくちゃ盛り上がると思うし昔はパ・リーグのチームなんとか地方のチームって儲かんないぞって言われてたけど今どこの球団も儲かってるじゃないですか今。広島カープなんて売り上げ180億そうなんですよ。 びっくりですよね。あの広島カープが昔は金がなくて選手を育成してあの打席金で,、ね、であのなんとか持ってるみたいな会社だったのが、はい、もう今ね。首位争いする金萬チームですから、うん、そうだね。そうなんですよ。だから僕はあれは何,何が変わったかって、sns とかネットで動画が見れるようになったとか、うん、そういうのはやっぱ大きいと思ったんですよ。うん、あ、そう集客の構造が変わったんですよね。 でそれは一番最初に変わったのは福岡大栄ホークスなんですけどうん、うん、福岡大栄ホークスを僕は見てたんでたまたま地元,地元だったんでたまに地元でなんか講演会とかやると、うん、大栄ホークスの人が来ててダイ栄の話聞いたらダイ栄って見事に経営を立て直してて、うん、あのホークスはね。うんうん、でその後ソフトバンクが買うじゃないですか。あれ見て なんだ福岡でこんなやれんだと、うん、なんでこんなことになってんだろうなと思ったらやっぱネットなんですよね、うん、僕は野球がねっ、うん、ジャイアンツ一挙だったじゃん、はい、みんなスター選手に頼っててどっかでスター出たと思ったらジャイアンツが勝っちゃってっていう構図だったのがいい選手がアメリカ行っちゃうよなそうするとこの一強っつうのが、まあ、はっきり言ったらこう田舎のプレスリーみたいなイメージになってきて、うん、そうするとみんながその。 スターに頼れなくなって地元に対していろんなことをしこう営業努力を始めたのかなと思ったんだけど、うん、全く違います違うこれ完全に地上波テレビ局のせいですそれより打ち勝った方がいいんじゃない<の> <laughs> サッカーのチームを作ったんですよ東京 2020FC っていうの